まあ、なんか前も言ったと思うんですけど、なんかこうなんか普通にしててもあれですよね、なんかこう武将みたいなオーラ出してる。やめてよ、その武将キャラつけるの。なんか紫色のね、強そうなオーラ出してるやん。スマホ見てるとき一番やばい。いやいや、そうただくだらばやってるだけのときもあるんだけど、うん、なんかこうすごいですよね。なんかそのあどけなさがその昔の写真と見るとこうないっす、修羅場くぐりすぎてきちゃって。いやいやいや、僕はだってピュアですよ、すごく。だったらミルクしてきたら早く話しかけてくんねえかなみたいな。はいはいはい、見ると助かるよね。あ、確かに。あ、ミルクがいると、え、ミルクがいると僕違うんですか。違う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 、ゆるゆる。そんなことない。本当に本当に本当に、いや全然違うよ。え、ミルクとが部屋にいると全然違う。ちょっと柔らかくなる。柔らかくなる。絶対それは言ってるだけだって。本当に本当に本当に。いないと戦場になってる。そんなわけない。そんなわけないでしょ。うん、そんなずっとそうじゃないですけど、はい、なんか多分ふと素というか、うん、確かに、ね、なんかこうフラットになると多分なっちゃってる。まあまあまあ、集中力はある方ですよね。そうそう。いないと戦場はやばい。イメージそうですね。戦場はやばい。うん、まあ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 、確かに。どうですか、付き合いの長い聖母さんは。僕はその大学生で、初めて会った時から変わってないですね。あ、変わってないですか、根本が。ああ、それは、うん、いいことですね。でその時からもう間違いなく変わってないのが、もう興味が全くないことにはもう全く興味がない。話を流す。いや、昨日もそれ件突っ込まれたの。いやいや、それは違うよ、その。やっぱりそうなんだ。違う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 。無駄な時間を割きたくない。いや、メガキャンだから、それは。こっちはちょっと、違う違う。人笑い取れるかなと思って、一生懸命説明したら。あ、そうなんすねって。ちょっと待って待って待って、違う違う、そんなことはないよ。な、ね、それは断じて違うよ、それ。話を場を和ますための雑談も許さない。いや、そんなこと、それそんな武将だから、武将だから、出ないよ僕だいぶ武将だから。イメージが違うじゃん、それ。僕だって笑ってるよ、プライベートでも相当ゲラのはず。ただその、うん、興味がないことには本当興味ない。それは愛想笑いはしない。愛想笑いはしない。本当に笑ってるんですか。本当に笑ってる。だから笑いの域値は低いんだけど、うん、興味ないことはもう一切興味ないですよ。うん。うん、